皆さんこんにちは、おやじです。今日はですね、ちょっと急遽動画を撮っております。でね、先ほどコメント欄をね見てみたら、ちょっとね、相談みたいなコメントがね入っていたので、ちょっとそれに対して回答動画というのを撮ろうかなと思っております。はい。で、どんな内容かというと、40代の後半の方ですね。で、40代後半から運送業へ転職が可能でしょうかと。で、今現在ですね、派遣社員だろうと思います。でね、現在どんなお仕事をねされているかがねわかりません。全くわかんないです。で、運送業の経験があるのかどうかもねさっぱりわかんないんですけれどもね。で、まあこれ本当申し訳ない、私の感じるままに申し上げますので、まあ参考になればいいなと思っております。で、40代後半で運送業へ転職は可能かといったところでね、まあ私何遍も言うんですけれどもね、転職は可能です。はい。で、ですが緩くないです。緩くない業界なので、本当ね、覚悟を決めてこの運送業で飯を食べていくんだ、生活をしていくんだと強い気持ちでないとね、まあ何の仕事でも一緒です。例えばですね、まあ今まで、そうですね、介護の仕事をしていた。ね、老人ホームなどで介護の仕事をしていた。で、もういろいろなんか対人関係に疲れた。で、で、まあ自動車を作る会社にしましょうか。メーカーにね。まあまあ、例えば、トヨタだとか、マツダだとか、スズキだとかね、いろいろ、ホンダだとかいろいろありますけれども。まあ、そこに行って、まあ、とりあえず、面接受かったんで、まあ、ちょっと給料いいんで行ってみようかなと。で、行ったところ、あ、結構きついなと。結構きついな、残業もあって、まあ、確かに、稼げるんだけれども、もう毎日2時間近くの残業で、ああ、くたびれたわ、と、言ったことにね、なったりもします。ですのでね、本当自分がその仕事に向いているかどうかというのもね、これがね、一番大事です。で、運送業といってもね、いろいろあるんですよ。で、食品を運んだりだとか、雑貨とかね、で、あるいは、鉄を運んだりとか、で、ローリーで液体の、例えば可燃物を運んだりだとかね、危険物を運んだり、アルコールを運んだりだとかもね、ガソリンを運んだりとか、あとはなんというか、ウィング車でね、まあ私が乗っているようなトラックですけどもね、ウィングで、で、まあ、箱車なんでね、背が高いです。3メーター80ぐらいですね、あります。で、あるいは平ボディ。で、鉄骨を積んだりだとか、いろんな仕事があるんですよね。で、宅配の仕事をしたりだとかね、あるいは冷凍食品をね、ものによっては、冷凍ウィングだとか、まあ、箱車ですよね。そんなんで冷凍食品を積んだりだとか。で、もちろんそういった箱車はね、ウィングみたいに横がね、開かないので、一番後ろからね、積んで下ろしたり、ほとんどね、バラの仕事がね、多いと思います。そんなのはね。ですからね、自分がどんな仕事に向いているのか、どんな仕事ならできるのかと、いったとこからね、探した方がいいです。で、あなたがですね、もし、まあ今現在の給料分かりませんけれどもね、例えば手取りが30万円欲しいんだと、何が何でも30万円欲しいんだと
でしたらね、今現在、給料、まあ、給料日に名刺はもらうじゃないですか。その中で、いくら引かれているかですよね。まあ、5万円だとか6万円だとかね、引かれているはずです。ですのでね、手取り30万円欲しければ、もう35万円以上の仕事をね、探さなければなりません。まあ、そういったところでね、まあ、ほとんどの会社はね、手取り額じゃなしにね、総支給で書いてあるんでね。例えば30万円と、給料30万円と書いてあったらね、もう5、6万はね、引かれるので、まあ、手取りが、やっぱりね、24万円だったりね、23万円だったりね、しますよ。はい。で、おすすめなのはね、やっぱりウィング車だと思います。あるいは、タンクローリーだとか。あと、運転経験がね、あるかないかでね、また違うんですよね。で、初心者が、いきなり、タンクローリーの会社に入れるかというのもね、ちょっとなかなか難しいんでね。で、求人票にですね、まあ、研修期間がね、1ヶ月とか、3ヶ月とかね、あって、で、きっちりと教えてくれる会社がいいです。で、今の時代ね、いきなり、まあ、10トンの平ボディなんかでね、大きな鉄骨を積んで、で、ガッチャでね、にじめをして、で、それで、伝票を渡されて、ほいってこいと、言ったようなことはね、今の時代はね、まあ、ほぼないんじゃないのかなと思います。私の若い頃にはね、もう、研修期間なんかね、私の会社はあったんですけれども、よその会社はね、もう入って、もう初心者だろうが何だろうがね、もういきなり、このトラックで積んで、もう、関東方面行ってくれ、横浜へ行ってくれ、あるいは、鹿児島へ行ってくれだとかね、青森行ってくれだとか、そういったことはね、随分あったようです。でもね、今の時代はね、ほとんどそんな会社はね、ないです。はい。まあ、そんな会社あったらね、もう、今の人は、速攻で辞めますよね。はい。ですのでね、おすすめとしては、ウイング社の方がいいと思います。で、ウイング社で、まあ、とにかく、手積み手下ろしがね、まあ、全くないという会社もね、あると思います。探せばですね。で、そういったところがね、いいと思います。本当ね、運転だけという。で、荷を積んだり下ろしてくれるのは、フォークリフトマンがやってくれると。で、あとは、運転手はね、本当の運転するだけと、いったような感じだったらね、初心者の方にはすぐにスッと入っていけるんじゃないのかなと思います。で、まあ、給料なんですけれども、長距離ができるのか、中距離ができるのか、近距離ができるのかと。で、やっぱりね、給料で、まあ、25万ぐらいでいいよと言うんであれば、探せば、地場の仕事でね、結構あると思います。で、まあ、中距離で、ま、30万から35万ぐらいかなと思います。で、長距離であれば、まあ、40万以上も、それは可能は可能ですけれどもね、まあ、結構きついと思います。はい。なのでね、自分の収入、自分がいくら欲しいのかと。で、そっからですね、で、まあ、30万円欲しいのか、25万円欲しいのか、40万円欲しいのか。あとこでね、地場でいいのか、中距離でいいのか、長距離なのかと。で、その辺からだと思います。で、ハローワークに行けばね、いいと思います。はい。雑誌もね、いいと思います。雑誌と、まあ、求人雑誌とかね、求人広告とかあると思うんですけれども、それだと、ハローワークと合わせて探されたらいいんじゃないのかなと思います。で、コンビニ配送の面接をね、落ちた経験があると。で、自己 PR がね、苦手と言ったところでね、まあ自己 PR はね、
大事だと思います。で、まあ自分をね、売り込むんだから、まあとにかく明るくハキハキと喋る。で、やっぱりね、うじしてたらね、危険な仕事なんですよ。運送業というのはね、こんな大きなトラックを転がすわけなんですから、一歩間違えばね、もう人の命をね、簡単に奪うようなものに乗って我々は仕事をしているんですよ。その辺のところをね、十分に考慮して、本当に自分ができるのかと。そして、本当にやる気があるんであれば、自分をね、しっかりと PR すると、頑張ってやりますと。いった感じで、もう、で、明るくはきはきと答えると。うじうじしてたらですね、本当、相手の人もね、この人大丈夫なのかな、と、いった感じになるんでね。で、まあ、自己 PR が苦手であれば、まあ、友達かね、まあ、自分の、まあ、奥さんとかおられるんでしたら、まあ、友達とかにね、ちょっと、練習してみると、面接のね、練習をしてみる、自己 PR をね、まあ、話す、練習をね、してみると、いうのもね、いいと思います。で、今の給料では結構生活が苦しいということなのでね、本当ね、頑張り次第では、いくらでもね、運転手、できます。はい。ですのでね、本当ね、私よく言うんですけれども、やる気次第でね、いくらでもできます。で、現に、うちの会社もですね、結構新人さんが入ってきて、頑張っておられます。で、その中でもね、短期で辞めていった人もね、やっぱりいるんですよ。数人はいます。やっぱりね、その人たちは、ああ、こういうはずじゃなかった。こんな会社じゃなかった。こういう仕事がしたかったんじゃないんだよと。いった感じでね、やめていかれたんだろうと思います。ですからね、しっかりとね、リサーチして、そこの会社がどんな仕事をしているのか、そしてその仕事が果たして自分にできるのかどうかと、その辺をね、しっかりと調べていくことをお勧めします。まあちょっと簡単ではありましたけれどもね、本当40代からの後半、まあ、40代といえばね、運送業界まだまだね、若い方ですよ。はい。ほんとね、やる気次第で、何とでもなります。はい。と、しっかり、頑張られて、我々と一緒に頑張りましょう。それでは、参考になれば、いいです。それでは本日の動画、以上です。ありがとうございました。